ミツバチが人間へもたらしてくれる恩恵といえば、農作物の受粉を担うポリネーターの役目もありますが、やはり美味しい蜂蜜を作ってくれることでしょう。そう、蜂蜜は元から蜂蜜なのではなく、ミツバチたちが一生懸命作り出しているのです。今回は過蜜から蜂蜜へと変化していく工程についてお伝えします。日本ミツバチの働き蜂の寿命は約4週間ほどです。最初の2週間を内勤蜂として巣内で女王蜂のお世話や幼虫の育児など様々な仕事をこなし、残りの2週間は外勤蜂として花の蜜や水分を集めたりします。蜂蜜は自分たちや巣で待っている仲間たちの保存食となります。しかし、取ったばかりの花の蜜は水分が多く劣化しやすく、また主な成分が諸糖であるため、体を動かすためのエネルギーにするには分解しなければなりません。採蜜担当の外勤蜂は半径2キロ以内の蜜源にせっせと通って花の蜜または植物が花以外の器官から分泌する蜜や、他の昆虫が分泌する甘露などを持ち帰ります。そして、蜂蜜作り担当の内勤蜂に渡し、長期保存できてすぐエネルギーになる蜂蜜に作り変えていくのです。人間に例えると、食事をするたびにいちいち買い物に出かけるのではなく、長雨や冬など外に出たくないなという場合に、すぐに食べられるものを貯蔵していくといった感じでしょうか。さて、人間の買い物にもエコバッグが必要ですが、ミツバチもそれに相当するものを持っています。蜜蜜と言われる器官です。蜜蜜は食道の一部で、ミツバチの体の 40% にあたる過蜜を一時蓄えておくことができます。食道なので、そのまま腸に蜜を送って消化してしまいそうですが、蜜蜜と腸の間には弁があり、効率的に巣に過蜜を持ち帰ることができます。採蜜蜂は過蜜を持ち帰ると、巣で待っている蜂蜜作り担当の内勤蜂に蜜蜜の中の過蜜を口移して渡します。この時、喉の腺から酵素が分泌され、過蜜に変化をもたらします。主な成分である諸糖を、ブドウ糖と果糖に分解するのです。採蜜蜂から過蜜を受け取った蜂蜜作り担当蜂は、空いている壺に一旦過蜜を置いておきます。受け取っては置き、受け取っては置きとせっせと働き、少し時間を置いて、保存用の壺に移します。蜜蜜に蓄え、吐き戻すということを何度も繰り返すうちに、酵素がさらに加えられ、過蜜から蜂蜜へと変化していきます。また、初めのうち蜜は、とても水分が多く、発酵菌が活動しやすいため、そのままではアルコールになってしまいます。そこで、蜜蜂は、集めた蜜にまた手を加えます。いえ、手ではなく、口と羽を使って水分を除去していくのです。まず、口粉、蜜を吸うストローのような器官で、蜜の表面積を広げ、空気が触れるようにしてこね上げます。そして、羽で仰いで、さらに水分を飛ばします。3日ほどかけ、水分量が 20% くらいになったところで、今度は長期保存用の蜜蜜に移します。しかし、せっかく水分を飛ばして、保存のできる蜂蜜に仕上げましたが、まだ他の場所で
蜂蜜作りをしている時に出た水分や、温度を下げるために集めてきた水を散水しているため、室内には湿気があるので、水分が戻ってしまわないためにも蓋をします。大事な食料ですので、新しく分泌した清潔な蜜蝋を蓋として用います。外菌鉢と内菌鉢の連携プレーによって作り出された蜂蜜。これが巣の上部に集められた蜜域にあるものです。花の蜜を運んできて移して終わりじゃないんですね。まさに蜂蜜は一日にしてならずです。蜜蜂からの恩恵である蜂蜜を大事に大事に味わっていきたいと改めて思います。